皆さんこんばんは。2月6日アミキのプレマテレビジャンプです。今日も駅前大通り水上ビルのプレマスタジオより愛知県田原市道の駅 PR 大使のアミキがお届けします。まずはお天気です。今日の豊橋は穏やかな冬の晴れとなりました。気温は12度まで上がり、暖かな日差しは春近しを思わせます。明日は少し雲が広がりそうです。さて今週は少し雪が心配されますが、先月のような大雪に見舞われ車が立ち往生した場合は、後続車に追突されないようにして車を止めることが大切です。またこのような雪対策のグッズを事前に車に乗せておくこともいざという時に役立ちます。皆さん参考にしてみてください。さて先週少しだけご紹介しましたが、健康護身術コーナーが復活しました。イエーイ、はい、私も、ね、大好きなコーナーだったんでとっても嬉しいです。早速 VTR をご覧ください。イエーイ、なんか久々だね。本当にしばらくやってなかった。実はですね、今日は素敵なゲストさんが来てくれてるということで、急遽やることになります。やったー。なぜ急遽ってわかるかっていうと、アミキさんこの格好だと、はい、今がどうしてとてもそうなんです。だからもうそのままもう急遽やろうってなって、この格好で急にやっちゃいます。そう、ちょうどよかったかもしれない。そう、やったー、楽しみ。ではご紹介しましょう。新入先生です。どうぞ。どうもどうも、はじめまして、新入です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。先生ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。イマリトーンズのドラマをやられてる、はい、新入先生、これが道場の名前ですか。そうですね、今日はあの、うん、来てきました。関市会の東京の方でやってます。東京で普段の常設道場、はい、そうですね、東京府中市やられてます。やってますんで、やられてます、やってますんで、ぜひ東京の国際をね、お呼びたい、ね、はい、東京を積んじゃうんです。東京行きたい、ね、またじゃあ東京ツアーの時はミキさんもご一緒しましょう。遊びに来ていただければ。やったー、はい、健康を真実コーナーの健康を、はい、もう使っていきましょう、はい、ちょっとコーナー出たかったんで、ね、はい、じゃあ行きましょう。レッツゴー。新龍先生は普段何をやられてるんですか。武道でいろいろ、武術とか格闘技とかいろいろな、空手と合気道、空手と合気道、はい、それはそれを利用した護身術、はい、まあ、全般って感じですね。まあ、あの僕らは、ね、武術の部分が重なるので、ちょっとこう格闘技のルールでは使えないようなものを中心に扱っています。おー、やったー。使いやすい、こう視聴者の方がそんなに練習しなくても知識があればそこそこ使えて、要するに離脱できる、逃げることができるっていうのを、まあ、いくつか紹介することなんですけど、はい、で今日せっかく新入生で来てるんで、ちょっとだけいつもよりレベルを上げてやって、アミキさんは大変だけど、ちょっとレベル上げて3段階ぐらいに分けてね、はい、やっておきます。バラウチ、うん、バラウチで本当の名前知らない、はい、確か空手で背手とか書いてあるんです。背中の手ってね、はい、でやっぱこれっていうのは練習しなくてももちろんできるっていうのと、もう一つは拘束されてても空手のことは大変で、ここは意外と動くことがあるから、ね、そうなんだから、ちょっと練習で軽くやるとかやってて、前にやっていってこうやって横にこうやってなんでやねんなんでやねんっていうかもうちょっとこのそう右の手を使ったのもうちょっとこう腰を使って腰を使ってそのじゃないかな。それはあのまあ面白くなっちゃうからね。面白くなっちゃうからね。腰で目を打ってこっちじゃなくて上か、そう顔からこっちだとなんでやねん。目とか目やってたからなんでやねん。
何年あと条件ね。サンズがけよ。バトグス。バトグス。で、これバラ打ち。で、バラ打ちだけで効くんだけど、走って逃げればいいんですけど、大体これってさあ来いっていうので、えいとかあんま見ないですよ。だからそういう技じゃないんですよ。やっぱ拘束されたりとか、いきなり不意をつかれた時に、パチンってやって逃げる技だと思うんですよね。かなり両手でするか。片手だと簡単です。押すと基本的に兄貴ちゃんとこういう体型の方だと、もう力が違って抜けないと思うんですよ。2対2ですよ。でその時に、この真ん中から掴んだのって言うんですよ。うん、こっちからっていう。これだとまだ1本も2本も持たれてたりだから、真ん中でいった方がいい。で、立て替えてみる。肘を上げて腰を下ろす感じだと、こう意外と自然と。こんな型もあるんですけど、体で。真ん中持って、肘を上げるようにして、腰をピタッ外せるかな、はい。あ、意外といけるね。意外ともっと上に行ったら、腰を下げるとしたらいい感じ。腰を下げる。あ、いけるね。で、バラ打ち使いましょう。こう来て、こう来たら、抜けたとこの影響でバラ打ち。で、ちょっとついていきましょう。で、キンと決めちゃいましょう。パン、パン、パン。来た。パンパン、おー、いいね。あの人優しいからだけど、実践ではガチンできるから、目大丈夫です、このぐらいで、走ってみて、はい、これがまず一つ目、バラ打ちでした。で、なんと二人には共通点もう一つあって、音楽的にもね、あのドラマーとシンガーということで、はい、いずれ武道的にも音楽的にも、そうですね、ね、どっかでまたつながるかもしれない。今回もライブさせていただいたあのお店の方と、意外と、はい、あれっていう共通の知り合いが割と多かったっていう。すごい。実はね、あの、ここに出演してるいろんな方がいて、クラブノットさんに出演した方も結構出てるんです。あ、そうなんですか。うん、だから、クラブノットさんって聞いて、あれなんか聞いたことあるなって言った方も多いと思うんですね、はい、この視聴者さん、はい。で、このじゃあ、土日は豊橋市と名古屋です。豊橋、名古屋。はい。どうでした？名古屋もすごく温かいお店で、うん、あのクラブネットさんはどっちかライブハウス、はい、で名古屋の、ところはあのライブバー、UK かな、はい、あのライブバーなんですよ、ハウスっていうのはライブバー、星ヶ丘ですね、星ヶ丘にある、はい、高級なところだ、はい、あのお酒を飲みながら音楽が楽しめる、僕だとすぐに、女子大学なんて変なことそうあるんですね、お嬢様の学校ってイメージがなんかあるんですけど、はい、まあ、やっぱ東京の方だと思う、いい感じで、はい、あ、じゃあ名古屋でちょっと隠れた名称ですね。そうですね。しかも割と満員御礼で盛り上がっていただいて、すごく助かりました。ありがとうございます。でですね、せっかく来たので今日はその合気道自体によく使った翔太ってのがあるんですね。翔太。そう。で、我々のあの合気道のルールは、あの翔太っていうのを結構使われるルール上やってたんですね。そうすると、僕なんかは稽古終わった後に大体飲みに行ったり食事に行くのが、ね、まあ、楽しみの一つなんですけど、行けないぐらい気持ち悪い時があったりとか、この技を肝臓にもらうと結構どんなに楽しみな夜の店にも行けないんだなっていうのをすごい勉強になったんですね。自分もやられて悔しいからいろいろ研究して、でいろんな練習でやるとポコンポコン結構 KO できたので、ああグーじゃなくてパーでも結構効くんだっていうのを知りました。それを、まあ、最終的には護身術が筋的で使っちゃうっていう恐ろしいものです。遠心力を使ってパチン、遠心力はこういう体操あります、体操みたいなパチンパチン、こういう感じで腰から来てバコン、腰から来てバコン、こうおへそがこっち向いてるパチン、揺り戻すまあ、狙いはあの筋的下腹部です、ね、帯です、うん、こういう角度で思いっきりこう回してバーコーンってこういう、まあ、肝臓とかも実際になんかね、実践では筋的で、まあ、だいたい想像つきますね、帯からしたら基本的にダメなんですよ、活力危ないけど、でバーコーンっていって、そこでまあ、せっかくの国外です。行っちゃいましょう。うん、君大丈夫かな？ああ、ごめんね。これはミキさんに今日やってみよう。いやー、できるかな？大丈夫。これはできれば大丈夫。そう。バーコーン。で、またね。バーコーンってのは想像つくの。やばいよ。では、持って。回して、ガン。で、固定返し。固定返し。おー、どうぞ、どうやる。すごい。そうなんです。相手が頑張っちゃったときね、はい、
これも一つだけありました。普通実践やると分かるんだけど、相手も耐えられて状況でじゃあもう絶対帰ってもう全部無理って言ってくれる。その時に出てくるのが蓋、さっきの、うん、これ効くでしょ。こうやろうとしてバーって頑張られちゃったって言ったら、そこでバシーンって言って走って逃げるんですよ。いわゆる繋がってくるんだよね、ご神術って。でこれを今日最後にしましょうね。じゃあ、掴んでやってみましょう。じゃあ、アミキさん行ってみる。私、はい、掴んで。アミキさん来てやれば、ショーダーで、小手返し。あいつ耐えてきた。あいつバチン。はい、逃げる。逃げる。いやー。逃げれたー。これ皆さん、家でも練習できます。寸止めでやりますよ、寸止めで。だいぶ、いいね。相当やばい。もう、顔面筋的は、ご神術というのは鉄則ですけど、逆に裏を返すと、ルール上全く使えない技ばっかなんで、あの格闘家には何の参考にもならないです。確かに。ですが、まあね、あの知識として、こういうこともありますから、ということで、気をつけてもらってますよね。はい。いかがでしたか？新龍先生が出てくれる回はまだまだ続きますので、楽しみにしていてください。そしてこちらプロのご指導をいただき行っておりますので、お家でお父さんとかお兄ちゃんで試さないように、はい、気をつけてください。なんか結構痛いらしいです。はい、でなんか30分起き上がりたいとか、さっきちょっと気になって聞いたんですけど、はい、あのやばいみたいなので、はい、あの気軽にお父さんを殴らないようにしてください。はい、あの数々の金的狙うシリーズ、はい、次回も続きますので、はい、純潔で狙うシリーズお楽しみに。さあ続いては新型コロナウイルスの情報です。本日豊橋市では11人と先週より7人の減少となりました。愛知県全体では590人と先週より200人以上の減少です。そして東京は1105人と先週より700人以上の減少となりました。2月に入って感染者は減少傾向ですが、常に警戒を緩めないようにしてください。お札も指を舐めて出さないでください、はい、さて大根などの根菜は栄養もあり、免疫力を高めてくれます。中でも切り干し大根はおひたしだけでなく、お味噌汁の具にも最適です。体も芯から温まりますので、ぜひ食べてみてください。豊橋田原は大根の産地でもあります。切り干し大根もお手頃ですよ。さて豊橋市の令和4年版豊橋市統計書が公開されています。豊橋市の人口や経済、教育など市勢の現状と推移をまとめたもので、市のウェブサイトから PDF で見ることができます。豊橋の勢いが一目瞭然です。ぜひ一度見てみてください。そしてこちらは8日から中央図書館で開催の再発見豊橋の遺跡展です。企画に合わせて豊橋市文化財センターが一押し遺跡を紹介する考古学セミナーが18日に予定され、地元研究者の発掘資料を中心に玉川変電所遺跡の紹介もあります。詳細はチラシをご覧ください。さて豊川市では11、12日の両日にハートフルホールで開催する市民小劇場豊川こいなり町2023のチケットを販売中です。昔ながらの商店街を舞台に、個性豊かな店主たちが繰り広げる笑いと涙の新喜劇です。興味のある方はぜひご覧ください。11日はメタバースがんで12日にご覧ください、はい、忘れてないですよメタバース。はい、そしてこちらは県内では唯一の雪中キャンプ場の案内です。津具高原グリーンパークが開催する冬キャンプのイベントで、快適生活研究家の田中健さんがガイドと講師を務め、雪の中で普段は味わえないアクティビティやジビエ料理など
アウトドアキャンプを楽しむ贅沢な体験です。冬のキャンプに関心のある方はぜひお問い合わせください。さてここからはアミキの献血ていなです。このコーナーは手術に必要な輸血用の血液を確保するため日々献血を呼びかけている赤十字血液センターから献血活動の案内やキャンペーンをお知らせしています。今週東三河地方の移動献血会場は11日が豊橋事業所、12日がイオン豊川店、13日が新城市役所でご覧の時間となっています。この他で献血を希望される方は東脇の血液センターまでお越しください。献血はとても大切な社会貢献です。皆様のご協力をお願いします。また YouTube のプレマテレビで献血体験動画も配信中です。どちらもぜひご覧ください。いかがでしたか、プレマテレビジャンプ。ここまではひろこうじのうまいもんや松明です。おいしい牛しゃぶ、豚しゃぶ、松明のテイクアウトはいかがですか。松明の味をお家でお楽しみください。冬場は温かい料理をお届けします。春菜串揚げの葉隠れ亭、新車中古車販売は信頼と実績の株式会社和紙の自動車紹介へ。報酬アップで正社員募集中です。朝倉工業株式会社、マジシャンキングヒコのスペシャルマジックショー、次回は2月27日です。移動式屋台の熊本ラーメン大門、三重県四日市市で営業中です。マイプレミタで餃子サービスですよ。ぜひお越しください。記憶を記録に、映像のことなら株式会社東海ムービー、以上のサポートでお届けしました。さあ最後はノンホイパークから、今年の干支でもあるうさぎくんたち、こちらの5匹は2月2日にめでたく3歳になりました。おめでとうございます。彼らにとって素敵な年になり、健康で元気に過ごしてほしいですね。会いたい方はぜひノンホイパークへ。他の子たちもたくさんいますよ。さあ来週はノンホイ調査隊放送予定となっておりますので、そちらもお楽しみに。そして今日来てくださったメタバース東三河ラピュタの方々ですね、こちら2月の10日金曜日、11日土曜日、2日間となっております。おそらく私は土曜日にいると思いますので、はい、パソコンか携帯のアンドロイドで、ネット環境がしっかりしている方は携帯でも入れるそうなので、ぜひ皆さん遊びに来てください。こちらのマリッジカウンセラーの監督さんやスペシャルゲストもトークショーで夜来てくださるそうなので、そちらもお楽しみに。それではまた来週お会いしましょう。